国立公園大山のふもとに位置する標高およそ700メートルの増水高原。立秋の日の今日は日差しはまだ強いものの、時折涼しいひんやりとした風が吹き抜けていました。日中の気温も30度を切り27度。高原には秋の気配を漂わす青紫の可憐な花松無一草や、枝分かれした先に赤褐色の花をつけるワレモコウも色づき始めています。高原では県内外から訪れた夏休み中の家族連れが散策するなど、思い思いに立秋の一日を満喫していました。涼しいですね。やっぱり秋の雰囲気を感じることができました。なんかちょっと涼しくて気持ちよかった。一方こちらは大山から車で30分ほど、米子市の皆生温泉海遊ビーチ。暦の上では秋といえども日差しは厳しく、日中の気温も30度を超えていて、こちらはまさに真夏のビーチ。子どもたちや家族連れは海水浴や砂遊びなどをして、大きな歓声を上げながら夏休みを満喫していました。暑いですね。でも海が気持ちいいんで、全然秋な感じしないんで、夏最高です。久々に海入ってすごい楽しかったです。なんか今日立秋なんですけども、全然まだ真夏ですね。厳しい残暑となっている今年の立秋、民間の気象情報会社ウェザーニューズによりますと、山陰両県はこれから1週間も高気圧に覆われ猛暑となる日も予想されていて、まだまだ秋は遠く、暑い夏が続きそうです。